より一層なんか匂いが、そうなんです、そう充満してきますね、会場に。上の方でくるくるするようにしてください。でまあ、今回ちょっとこう口がこう大きいタイプのものなので、ここからも芳香するんですよ。冬はあのすごい乾燥するので、もうあの長く楽しみたいっていう場合、ただ香りだけを楽しみたいっていう場合は口がこうつぼまってる方がいいんですけど、やっぱりこう蒸発のこの力を使った方が早く芳香するし、あのやっぱ鼻からね入っていきやすいので、こうリードだけだとここからだけの方向になっちゃうので、できればもうここからも方向させられるといいねっていう。でもあのいろんな瓶ね、可愛らしい瓶とかも売ってるんで、それでね皆さんのねここにねシュッシュつけようと思ったらね、エタノールが漏れててずぶ濡れなんです。だから多分終わるまでに乾くかな。はい、でそしたら続けて、以上いいですね、いい感じ。レモン的な、ああすごい、これいいね、いい元気系、元気系だね。どれどれどうですか、バッチリですか。いいねいいね、やっぱベテランはベテランは違います。その言い方誤解を生む可能性がある。何回参加してくださったんだろう、ねえ何回になるだろうね。本当、私だってこれ言っちゃうと書きづらいと思うけど、アンケート字で分かるもん。こんなことほぼし書いてくれてると思って毎回なみたいな。すっごっ、ちょっと待って、香水かなんかつけてきました。つけてない、つけてなくて、え、すごい香り。え、ちょっと嗅がしてもらったら、え、ほんとすごいよ、なんか香水みたいな感じ、すごい香り。やばいよね、いいですか、すごい、あ、本当だ、すごいよね、ちょっと稀な、なんか大体アロマになるじゃん、まあ、すごい、え、何を足したんですか、入れたんですか、わかんないです本能のままにすごい、こ香水みたいなね、フレッシュな感じ、いい匂い、フレッシュ、いい香り、いい、なんかお風呂とかに入れても良さそうな感じですよね、うん、すごい、皆さん上手です、ありがとうございます。それでは、あ、床も配りますね、床をしていただいてお持ち帰りください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。